サナセナ、ボナは昭和60年からタイムスリップしてきた3人の妖精。長崎県佐世保市九十九島にあるドリームアイランドに住むキャラクター。佐世保の頭文字を一つずつ取り、サナ、セナ、ボナと名前がついている。3妖精は岐阜県岐阜市柳瀬商店街のヤナナを尊敬している。アイドルになりたい3人の妖精はいつも歌ったり踊ったりと、 島々を明るくしていた。ところが、そんなある日、三人は、妖精の国の起を犯してしまい、平成の世にタイムスリップする。そして罰として、顔には仮面をつけられ、言葉が発せなくなる魔法をかけられてしまう。しかし、三人が、皆さんを元気にとステージに上がると、その魔法が、しばらくの間解かれて、三人は歌って喋れて、踊れようになる。佐世保市にある、 屋台村山形パラダイスにて、歌って踊っている三妖精を、スコブル博士が発見。現在はあちこちを飛び回り、各地のイベントに突然現れたりする。2013年2014年、東西対決ご当地キャラヒーロー大合ガス戦、最終戦で、全国2位に。2015年ブルーのおめめ、させぼのサ、さ、さな、ピンクのおめめ、させぼのセ、せ、せな、 黄色のおめめ、佐世保の、ボ、ボナ、スコブル博士公式ホームページツイッター、フェイスブック、インスタグラム、ユーチューブ。ありがとうございます。